ザス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 これ流行らせようと思ってるんですよ今職人の挨拶でザスザス、はい、で今日は塗装し終わった現場なんですけど、はい、やる作業が吹き付けの補修ですね、はい、あそこにご覧ください。あクラックを補修した跡があるんですよ。はいはいはい、ありますね。あれ目立ちません？目立ちますね、すぐ分かりますね。あれ目立ちません？目立ちますね。あれ隠しちゃおうと思って、はい、ここで、あ、できるんですね、そのできちゃいます。で、吹き付けタイルっていう作業をするんですか？はいはい。で、吹き付けタイルって何ぞやと、はい、何ぞやと言われたら、これです。これよく見ないですか？あー、見ますね。壁で、はい、こういう壁ありますね、はい。これって、もともとこういう壁じゃないんですよ。あ、そうなんですね。そうなんです。もともとのツルツルの壁に吹き付けをするんですよ。へぇ、はい、吹き付けを作ってるんですね。そうなんです。これ、あの、ハンドメイドです。あ、すごい。これハンドメイド外壁です、これ。へぇこの、なんていうの、なんていうんだろう、この地図みたいな凹凸が、はい、ありますね。吹き付けで実際に、この大きさも結構まばらで、はいはい、でっかいのもあればもうちょっとこれの大きい地図みたいなのがあれば、はい、もっとちっちゃいのもあれば、いろんなサイズがあるんですよ、それをじゃあどうやってやっていくかっていうのをちょっと説明したいと思います、はい、で何で吹くかって言ったら、はい、これなんですよ。じゃじゃーん、おすごくないですか？ちょっといかつくないですか？そうですね、ごっつくて、これ万能ガンって言うんですよ。ガン、はい、万能ガン、万能ガン、はい、はい、万能はあの何でも応用できるようの万能です、はい、はい、で、はい、吹き付けタイルっていうさっきの柄作るのは基本的にはタイルガンっていうので、はい、やります。ちょっとないんで、違うんですね。そうです、あの写真で、はい、ちょっと今回持ってきてないんで写真でちょっと見せますけど、はい、タイルガン、はい、でこれは万能ガンです、はい、でよくあるあのスプレーみたいな、ええ、なんか車を塗装する時のスプレーみたいなとまたちょっと使い方が違って、はい、もっと材料、濃い材料を飛ばすことができる。あ、そうなんですね。そうなんです。で壁の何ですか、材質、いきなりその吹いてもいいんですけど、どんなにいい職人でも実際に試して見てみないとしっかり柄が合わないので、はい、ベニヤ板とかで一回試すと結構綺麗に練習しとくといいかもしれない、はい、ちょっと一回試し吹きしてみたいと思います。わかりました。で、この口元を押さえとかないとこうやっておじいちゃんみたいに出てきちゃうんで、これちょっとおじいちゃん尿漏れみたいな押さえて吹く瞬間に離してスイッチを。ああ、そういう技がいいですね。じゃあやってみます。はい、もう一個いいですか？コントロール上手。男の子はね。出し方がね。はい。行きますよ。はい。はい。この後に玉を潰す作業があるんで。潰すんですね。はい。ね、それがヘッドカットって言って、はい、あれはヘッドカットしてあります、はい、このままの外壁もあるんですよ、たまに、はいはい、吹きっぱなし、はい、でもここから潰すんでちょっと乾かしておきます。はい、次ちょっとでかい方でいきますよ。こんな感じ、雪の宿みたいな。そうですね、お菓子の、お菓子のありますね、せんべいの雪の宿みたいな感じです。あれもこんな感じで作ってるんですかね？そうですね、違いますね。多分違いますね。適当なこと言えないですね。危ない危ない。これがカットローラーっていう、はい、硬いです。硬そうですね。ただの本当になんか硬いローラー、はい、ですね。これで今の吹いた玉を潰すんですけど、はいはい、このまま今潰しちゃうと、ええ、こっちに全部玉取れちゃうんですよ。あ、そうなんですか。ペリーってくっついてきちゃうんで、はい、なんで、あの塗芯、はい、これがシンナーです。塗料用シンナー、はいはい、で、これ材料つけて、やればくっついてこないんですよ。そうなんですね。そうなんですね。で、ちょっと検査してみますね。はい、影になっちゃいます。こっちからもいいですか？あ、ありがとうございます、はい、ちょっとまだ早いですね。あ、もうちょっと表面が乾いてきたら、
潰せます。そろそろそうですね。結構いい感じですね。ちょっとやってみましょうか。はい、半乾きで、はい、表面が乾いたところです。ちょっとやってみますよ。はい、分かります？潰れてるの。ああ、潰れてます。ちょっと本当に水分が多くてやばい。力は入れなくていいんで、あ、軽めにやる。そうです ね優しく優しく、うん、入れすぎちゃうと潰れちゃうんで、もっとで、あんまりこうやってちょっと待ってくださいね。なんか角がこうやって立ってるようだと、はい、あんま良くないです。なのでもう少しこうやって潰してあげる。あ、これもう芯がついてないとこうやってめくれてきちゃうんですよ。あ、本当ですね。こうやって映っちゃいますよね。でなんでシンナーをつけてすぐついちゃうんですね。そうなんです。逆にシンナーだったら、あの水と、これ水性じゃないですか、ええ、で水と油みたいな感じで、あー、そうなんだ。ちょうどうまいこと弾く。今女子高生見ました今違いますって。通行人危ないじゃないですか。そういう捉え方したらやばいです。見逃さんすね、ほんと。早かったんだよ。チェック厳しいっすよ。すいませんでした。ごめんなさい。まあ、こういう感じですよ。まあ、大きさは一緒ぐらいです。量ももう少しこっちの方がいっぱい吹いてありますね。ああ、密度が多い。密度が多いですね。なんで、これより次は気持ち多めに。多めに拭いてあげないとダメですね、はい、これが補修跡なんで、まず拭き付けをする前にシーラー入れていきます、はい、こんな感じで入れていきます、はい、あと乾くの待って拭きます、はいはい、じゃあ今シーラーが乾いたんで実際に拭いていきます。はい、ちゃんと混ぜて、ちょっと拭いた時に潰れることをはい、イメージしながらやっていくといいかもしれないです。じゃあ次開始。ちょっと乾かします。はい、完成しました。でーんちょっと段差まではちょっと埋めれなかったんで、ここに拭いてあとぼかしでバーって入れてる状態です、はい、でちょっとよりの映像がここから流れますんで、はい、どうぞ。あのビフォーアフターの音楽つけてください。終わりました。これがまあ吹き付けタイルの吹き付け玉の吹き付けの動画でした、はい、
はい、まあ、実際ちょっと現場でやることがないんですけど、まあ、あの試験とかでもよく出る問題なので、よかったら参考にしてもらえたら幸いです。はい、チャンネル登録といいねですね、よろしくお願いします。あ、チャンネル登録ザス、いいねザス、コメントザスじゃあそんな感じで、はい、また見てね。うわっ。